今日はね、ちょっと朝早く5時ぐらいに、みんなファニーモンの歌始まるよ。おいでませチンタン TV。 今回の動画はルーレットでご覧ください。決めましょう。どうぞ。テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。スタジアムの上空には満天の星空が広がっています。さあ注目しましょう。今日の一戦、 OBRD ジャ対山口 J リーグディビジョン1第1節、実況八塚博士でお送りします。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。アルディージャ、これが予想される並びです。対しますは山口、フォーメーションです。ムサディ、彼こそ他に類を見ない完璧なフォワードです。さあ試合開始です。前半1分、アルディージャ左にパスを出します。どう持っていきますか。パスを送ります。どう組み立てるか。渡辺、うまく体を入れました。ここからどうか。右にはたき、金沢、これはカットします。アルディージャ、ここからどうするか。面白い、ノバコビッチ、さあチャンスになりました。ノバコビッチ入った均衡を破ったのはアルディージャ。それではもう一度見てみましょう。ノバコビッチ、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。キックオフで再び試合が始まります。ヒロタ、いい動きです。福本、うまくボールをキープ。ディフェンダーがうまく止めました。ここはディフェンダーが止めました。いた、来た、決まりました。山口追いつきました。それではもう一度見てみましょう。ムサディ、うまくフィニッシュまで持っていきました。キックオフで再び試合が始まります。渡辺、左へ出します。金沢、パスを出します。なんとかボールをキープ。アルディージャ、チャンスです。ボールはゴールマウスをそれました。ではリプレイを見てみましょう。ノバコビッチ、これを決められなかったのは悔しい。ゴールキックで再開です。竹岡、パスを出します。どうでしょう。これニヤニヤげた、パーフェクトボレー。このシュートは外れました。それではリプレイを見てみましょう。ムサディ、枠に入れたかったですね。
ゴールキックで再開です。渡辺、左に大きく出します。ヘディング、本阿弥止めた。長いボールを出した。下平、ここはうまく防ぎます。ここでホイッスルです。同点で後半戦に折り返します。チャンネル登録よろしく。キックオフされました。山口、どう持っていくか。山口、どう持っていくか。素晴らしいテクニック。後半4分、どう持っていきますか。竹岡、さあチャンスになりました。ディフェンス防ぎました。鈴木、バルディージャ、ここからどうしますか。左に叩きます。山口、パスをつなぎます。左へ、さてどうだ。これは笛。菊池、イエローカードが出されます。ではリプレイを見てみましょう。菊池、危険なプレーです。ムサディ、この位置から果たして狙ってくるのか。エクセレントゴール。ムサディ、直接ゴールを捉えてきました。1対2。リプレイです。ムサディ、美しい弾道でネットに突き刺しました。さあ試合再開です。後半18分、さあ組み立てます。アルディージャ、ここからどうしますか。渡辺、右にパスを出します。なんとかボールをキープ。宮崎、ファウルです。今のプレーをもう一度。福本、今のは軽率でしたね。彼が下がります。村上、ここで彼が入ります。佐藤、ここで投入です。フリーキックで試合再開です。本阿弥、ナイスセーブ。山瀬、右に叩く。後半30分、山瀬しっかりボールをキープ。菊池、ここは止めました。ノバコビッチ、アルディージャ、真正面から突破を図る。ディフェンス防ぎました。これが防がれます。それではリプレイを見てみましょう。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを塞ぎました。ズラタン、ここで投入です。山口、ここで選手交代があるようです。前、彼が入ります。コーナーキック、本阿弥、ナイスセービング。彼が下がります。長谷川、ここで交代で入ります。山口、ここで選手交代です。佐藤、彼が入ります。スローインです。坪井、ここはうまく防ぎます。
ここは左へボールを回していきます。ここはディフェンダーが勝ちました。ここで長いホイッスル。山口勝利を収めています。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ジャンケンタイム、ジントンジャンケン始めます。ジンジンジン、タンタンタン、ジンタンジンタン、ジンタンジャンケン、ジャンケンジャンケンジャンケン、ほーたー、チョキを出した人はラッキー、それ以外の人は何かしらあるよ。サゲーバーイ。おじごこさんごめんなさい。なんだ爆発する。AE86 召喚。